大台選手サバイコーラー状態ですからどういうことになってくるか続いて登場です。シードランキングは第3位でした。カラパケ19シードランキングは第3位でした。足元に飛んできました。いや、こういったところもぜひ皆さん気をつけて見ていただきたいところではありますけれども、いや、すごい激しい走りでした。続いて参りましょう。シリーズランキングは第4位でした。カナダに岩谷レーシング、どれだけ出るかというところもありますけれども、特にこの芝タイヤの白煙がまた凄まじいものがあるなという感じがいたしますが、今日はちょっと風もない状態ですので、この中を飛び込んでいくと真っ白の中という感じがいたしますので、今ちょっとこの煙が取れてからということになりそうですが、さあどうやら走れそうです。続いてまいりましょう。シリーズランキングは第5位でした。からまた走りに行かないように行くと思います。何の夢はありませんでした。
感じになりました。そば切り広大の赤いマシンインフィニティ960 VR エンジンが本当にかなりパワーを出せながらこの狭いコース十分に使い切ろうというその走りが見られたそば切り広大ですが、さあ続いてまいりましょうか。カラバ38マーキリー社楽人バリの S15 は希望だ。さあというところで今今日走っていただきます6人のドライバーの紹介、そして単走でその走りを見ていただいたということになりますが、何かちょっと音の感じが不安な感じをよぎるんですが、マシン全部出てこれるんでしょうか。藤野選手も何かちょっと不安がありました。そしてさらにはちょっとこの後聞いてみたいと思います。参りましたけれども、今シーズンを戦うということになりますが、昨シーズンの成績の、優秀な方々必ずこの G1 キックオフドリフトで、走っていただくということになりまして、上位5人、そしてさらには近畿ナンバーワンというところでの女性ナンバーワンドライバー島田紗弥選手が今、はい、到着したというところで、改めてですねこの6人でこのキックオフドリフトを始めてまいりたいと思いますけれども、どうかよろしくお願いいたします。さあそれではですね、まずは早速一人ずつちょっとですね挨拶と、そして今年の抱負というところ、もしくは体制ですよね、こういったところを話していただきたいということになりますので、昨シーズンのチャンピオン藤野さんから参りたいと思います。マイクの方お願い。さあそれでは昨シーズンは本当に最後の最後、もう最後は無双状態、無敵な感じのね、お台場でしたけど、本当にシリーズチャンピオンを取れた藤野秀幸選手です。はい、おはようございます。明けましておめでとうございます。はい、チーム東洋大学ドリフトの、藤野秀幸です。もう今年、去年はですね、はい、もっといろいろなことあったんですが、うん、
本当にいい一部体制と、うん、やっぱいろんなドラマがありながら、はい、まあ、チャンピオンを取ることができました。でですね、今年のチーム体制的には変わらず、何も変わらず、はいはい、川端君と一緒に、はい、とあと一人増えると思うんですが、あら、はい、そうですか、はい、多分そのうち、あ、そのうち、そのうち、そのうちあんたにも教えてやるよみたいな今の感じが、さすがチャンピオン、どうですか、三大体制、三大体制ですね、はい、はい、わかりました。になってさらにトヨタイヤがパワーアップして、はい、はい、今年も行くと思います。はい、いやそれは楽しみであります。しかし藤野さん、はい、失礼ながら、はい、昨シーズン、はい、中盤あたりではまさかチャンピオン取れるとは、はい、それもですね、単走も含めて、はい、さらにはチーム含めて、はい、3冠取れるとは思ってませんでした。はい、もうめちゃ嬉しかったです。まあ、本当ね、初戦のもう中盤ぐらいまでは、はい、正直チャンピオン全く考えてなかったので、ですよね、はい、はい、そのあたりがエリス西で優勝したぐらいから、そうですね、そのぐらいからなんとなくチャンピオンが見えてきて、はい、で、まあ、何にしろ、やっぱ D1 グランプリを見たことないお客さんもまず見に来ていただければ、そのドラマが分かると思います。はい、オートポリスの時に、はい、ホークト君、はい、ケイミ君が、はい、自分がエンジン壊れて、はい、リタイアした時に、そうですね、3人でチャンピオン争いしたんです。してました、はい、みんな予選落ちてくれて、そうなんです、ね、ありがとうございます。本当ですよね。こんなことが起きるんだというのがありましたもんね。はい、本当にいろいろ谷あり山ありの人生で、はい、昨シーズンでしたけども、そうですね、また今年2連覇目を挙げて頑張っていただきたいと思います。はい、はい、応援よろしくお願いします。さあ、続きまして、昨シーズンはランキング2位でした松山北斗選手です。はい、おはようございます。レンドレーシング渡辺松山北斗です。去年は惜しくもシリーズ2位とすごい悔しいんですけども、はい、まあ、ちょっと先輩にはキープを及ばなかったなと思います。今年なんですけども、さっき藤野さんもちょっとおっしゃってたんですけど、まあ、チームトヨタイヤズトヨタとして、はい、活動をさせていただきます。はい、でマシンも、まあ、4年このスープラを使ってたんですけども、はい、まあ、GR カロワリーにチェンジしてですね、はい、はい、トヨタイヤブースの方に、はい、トヨタイヤさんのブースに、はい、置いていただいてますので、まあ、そちらもぜひよかったらご覧いただきたいと思います。はい、まあ、自分は結構去年とかも、まあ、スピードの高いドリフトをしたいなっていうのがあって、まあ、このスープラではそれが実現できてたんですけども、まあ、車買ってあいつ遅くなったなって言われてないようにまあ、車作りからしっかりやって、開幕まで、しっかり作り込んで、今シーズンこそチャンピオン取れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。 GR カローラでの今年の参戦、本当に楽しみになりました。さあ、続いてまいりましょう。ランキング第3位に終わってしまったと言った方がいいでしょうね、中村直樹選手です。はい、おはようございます。チームバリの N スタイル中村直樹です。はい、はい、まあ、言う通りランキング3位に終わってしまった、はい、はい、中村直樹です。そうですね、はい、オートポリスあたりではもう全然もうぶっちぎりでチャンピオンになれるかなと。オートポリスは最高の状態でしたからね。そうですね、はい、このままいけるんかなと思ってたんですけど、はいはい、まあ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 お台場でね、はい、ちょっとね、そういうこともあって3位に終わってしまいましたけど、まあ、今年はどういたしましょう。はい、今年は、まあ、このね、去年は GR86 で、はい、まあ、デビューでしたからね。はい、デビューで新しい車で D1 グランプリを、はい、走ったんですが、やっぱりね、はい、自分のスタイルはやっぱり、一三シルビア、うん、で、まだ戻すの、はい、本当にちょっとチャンピオンを取りに行きたいんで。なるほど、はい、一三シルビアは V8 ですか。そうです、一三シルビア V8 の、あ、まあ、1100馬力であれに戻す。はい、なるほど、これはどっか行っちゃうんですね。これはちょっと別のところに違うところに、はい、なるほど、はい、そうですか。それでチャンピオンまたなんとか奪回するというところですね、はい、そうですね、はい、はい、分かりました。頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。続いてまいりましょう。続いては昨シーズンは自己最高位ですよね。そしてキックオフドリフトも初参加ということになりました、田中誠美選手です。
はい、ゼッケン2番、柴田レーシング精密アリドリストの田中精美です。はい、よろしくお願いします。まあ、ここのデモラン会場ではですね、まあ、あの前のタイヤのメーカーさんの時にはちょっと走らせていただいたんですけども、まあ、このキックオフデモランでは初めてということで、そうですね、はいはいはい、非常に本当にたくさんのお客さん来ていただいて、朝一から、ね、こんなに集まってくれてるの本当に本当ですよ、ねはい、めちゃくちゃ嬉しいなってテンションも上がるしっていうところで、まあ、でも昨年はですね、まあシリーズランキング単走も追走も1位になった瞬間はあったんですけど、ありましたありました、土曜日だけ、はい、まあ、土曜日だけの人でした、そうでした瞬間的に、はいはい、で、最後までねシリーズ争いはこの5人6人あたりでしてたんですけど、はい、最後はもうなんか青いおじさんが、あの2台があの青いおじさんと青い若者がなんか持ってっちゃって、はい、このまあよく赤チームこっちの赤い2台がこっち赤チームは惨敗という形で、はい、めちゃくちゃ悔しくてですね、なるほど、はい、あの単走しかも最後最後で単走も持ってったじゃないですか、そうです、青いおじさんが、もうこれは本当に悔しい、はい、悔しいでしかない、多分恒大もめちゃくちゃ悔しかったと思うんですけど、はいはい、ですのでとにかく今年ですよ、はい、もう清水さん、そうですね、はい、はい、なんでまあ結果的にはね自己最高位の4位で終われたことは非常に良かったと思いますし、はい、今年も柴田屋さんに、サポートさしていただきまして、はい、柴田屋レーシングではなく、柴田屋なんですけど、はいはい柴田レーシングチームですね、そうですね、ちょっと名前がちょっとあるんですけど、はいはい、まあでも体制は、同じ形ですね、またセミワークスとして、はい、させていただくので、はい、みんなね車変わっていって僕もって言いたいんですけど、一緒です、このままで、でとにかくですね清水さんの場合は D1 初優勝、これ一勝を目標に、はい、ぜひ今シーズンまずそこから入っていただければと思います、はい、そうですね、はい、ほんで昨年も単走優勝はまあ1回取れたんですけど、はい、追走は本当昨年絶対1回は取るぞっていう思いで挑んでたんですけど、はい、まああと一歩及ばず、そこをどうにか今シーズン、そうですね、はい、まあ、課題は見えてますし、はい、勝ちパターンも、はい、作れる環境にいますので、はいはい、タイヤはそのままで、体勢もそのままで、はい、非常に流れはいいと思うので、はいはい、でさらに今年もエンジン、はい、さらに速くなって、はい、そして一つ言っておくと、はい、清水さん長いです、そうですね、はい、はいはい、そこをコンパクトにいきましょう今シーズンは今日ぐらいいいかなと、はい、いやダメですダメです、はいはい、ですので、本当にこの恒大と一緒に優勝を狙ってやっていきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さあそしてランキングは結局は5位まで下がってしまいました。つばぎり恒大選手です。はい、おはようございます。ゼッケン31番、柴田レーシングそばぎり恒大と申します。よろしくお願いします。はい、まあ、本当昨シーズンマナブさんの話があった通り、お台場最終戦乗り込む前にはランキング2位につけて、はい、このままシリーズを取るっていう勢いで行ったんですが、まあ土曜日日曜日とも、散々な結果で、はい、もう全て取られてしまって、はい、まあ単走のシリーズチャンピオンも日曜日までかかったんですけど、まあ、藤野選手の単走優勝ということによってシリーズも単走も2位になりっていう、まあ、自分の弱さが足を引っ張ったところがあったんで、今年はそれを克服して全力で頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、体勢は全く変わらない EBT960、 はい、そうですね、はい、はい、分かりました。ぜひ頑張っていただきたいと思います。さあというところでですね、ちょっと、まだこっちだ、1人だ、そうだ、さあということで下田さんどうしました？おはようございます。おはようございます。この会場のどなたか、はい、2J のエンジンお持ちでないですか？持ってません持ってません持ってないですか？これ残念です。壊れたの？カラカラ言ってるんでなんかもう私の今シーズン終わった。皆さんおはようございます。下田さんが最悪のシーズンの始まりじゃないですか、はい、下田さん。でも一応今シーズンに向けて一言お願いいたします。今シーズンに向けて、はい、皆さん応援ありがとうございました。終わったかい？はい、いや本当にちょっと今シーズンですね、まあ、今回オートサロンで皆様にドリフトで楽しんでいただきたかったんですが、はい、多分私はちょっと厳しそうなので、はい、5人の先輩方に託して、はい、私は人間で走ります、はい、走でいいですか？いやダメですよ、危ないから危ないんで、はい、本当になので、はい、今年とりあえず、はい、この車をなんと
かし、はい、頑張りたいと思います。はい、はい、皆さん分かりました。はい、ちょっとバナー見てもらってね、どうなるかの、ね、明日もありますんでね、はい、そうですね、はい、はい、分かりました。下田選手もちょっと、今シーズンのちょっとスケジュールだけざっと見ていただきましょう。2024年の D1 グランプリシリーズというところでですね、5月から始まってくるということになりますけど、あまり変わらないという感じ。見えないな、本当多分見えないですね、ほとんどね。見えます、直樹さん。見えないですね。奥井向きの5月から開幕始まるということにもなってまいりますし、その後はですね、筑波恵比寿オートポリス、そして最後がどこになるのかというところはちょっとまだ未定でございますけれども、最後の本当のね、ラウンド9、10でどういうチャンピオンの姓またなるのかが非常に楽しみな今シーズンということになりました。あの絵の方はちょっと見やすいようにね、改造しておきましょう。さあ、というところでまずはね、これご紹介をしていただき、今年の方を語っていただいた皆さんに今一度、大きな拍手をお願いいたします。2024年シリーズ、この生産中心にまた盛り上がっていくということになるでしょう。さあ、ということでそれでは走れる人だけになりますが、この後追走からやっていきたいと思います。それではお願いいたします。さあ、この後追走でということなんですが、実はね、藤野選手も走れそうにないんですよ。いやー、藤野、そして下田が走れなくなったということは、 2台は多分松山、中村で追走、そして芝タイヤの2台で追走ということになると思われます。この後この4台で追走の走りを見てもらおうということになりますので、さあ、ちょっとどういうことになってくるか今しばらく待っていただきたいと思います。さあ、それではここで昨年2023シリーズにご協賛いただきました皆さんをご紹介させていただきます。シリーズタイトルスポンサー、グランツーリスモ、オフィシャルタイヤスポンサー東洋タイヤ、パートナータイヤスポンサーバリノタイヤ、芝タイヤ、ビザータイヤ、パートナースポンサートネ、スノブラブライト、アルミア、ケンダ、メディアパートナードリフトスピリッツ、三栄以上の皆さんのご協賛で運営させていただきました。引き続き2024シリーズもどうかよろしくお願いいたします。まあ、それ以上になんといっても今日も見に来ていただいた、そしていつもサーキットに見に来ていただけるファンの皆さんが一番のスポンサーということになりますのでね、また今シーズンもぜひ各会場、この D1 グランプリサーキットの中、そういった走りを見に来ていただきたいというところでございます。どうかよろしくお願いいたします。さあ、ということでこの後は2台ずつの走り、追走を見ていただくということになりますけれども、今ちょっと予定と変わってしまうというところも含めまして、下田選手が走れないことはもう決定なんですが、藤野選手もちょっとトラブルを抱えたという、このチャンピオンがいきなりこの最初からちょっと不安が募る状態で、そうなると一体誰が出てくるのか、どういう組み合わせになってくるのか、もうすでにあの事前に組み合わせ決めてましたからね。この辺りはどういう状態で出てくるかはちょっとまだこのスタート地点今ごたごたとしているところではあると思いますけれども、この後は通常の D1 グランプリシリーズ同様、
3走を終えた後にはその上位16名で追走を行うということになりまして、2台ずつの走り、先行後追い、そして入れ替えて、また先行後追いの走りをして、2本でこの追走2本で勝負を決めていく、そのトーナメントで最後優勝したものがそのラウンドでの優勝者ということになりますが、さあどうやらセットされたのはやはり松山奥人と中村直樹ということになりました。昨シーズンのランキング2位と3位のこの両者、さあエンジンをガタガタして今スタートしていく、1本目がスタートしていく、さあ松山奥人ビタで寄せていきました。これが中村直樹の走りというところでしょうか。先ほど今シーズンは S13V8 にマシンをチェンジするということを言っていましたので、この GR86 は D1 の中では最後ということになるんでしょうか。このキックオフドリフトで GR86 に乗る中村直樹がもうこの姿が見れなくなるのかもしれませんが、さあ思い切って今度は松山奥と青いマシンの GR スープラが後ろから中村直樹のマシンに入っていこうというところ、とにかくこの GR スープラ松山奥と五代馬の走りをしましてもスピードにかけてはもう深い位置と、また今シーズンもどんだけこの砂利食べるんでしょうか。私は本当に、さあ今の日本での決着はおそらくこれでは判定がほぼ不可能ぐらいな状態で、もう続いての組み合わせのスタートということになりそうです。さあどうやら田中誠美そば切り交代の柴田レーシングチームの2台の走りだ。最後で取り戻そうと寄ってったところ失敗、そば切り広大、これは完全なる後追いとしてのミス、もうスタートから遅れてったところ、ここが敗因かもしれませんが、さあ入れ替えの2本目はどうでしょうか。通常シリーズ通りということになると、これでもう大きなアドバンテージ田中誠美ということになり、今度は田中誠美が後追いでしっかりと走り切れればトーナメント勝ち上がっていくという形にもなります。さあどうやら異常なって白タイヤの白煙黙々、いやー芝タイヤ赤チームの2台での追走、しかし結果としては走りとしては今の場合田中誠美の方が良かったのかな、そんな感じもいたします。さあそして今本来でしたらもう一組というところだったんですが、それはどうやら出れないということにもなってくると、今続いて出てくるのはどういう形で出てくるんでしょうか。さあどうやらスタートどうです、スタートしていきそうだ。さあ今エンジンが高鳴って出てくるのは今度はプラス、ああ4台だ、
ったの。いやーものすごい煙の中、4台での団体そば切りが、ここ大きなマシーン、ちょっとスタートで遅れるところ、かなり高速のコースを苦手としているだけに気づいてはいなかったんですが、前3台はかなり近い状態での団体を今一発見せてもらったというところですが、さあ今日1回目のこの D1 グランプリ、キックオフドリフト、今また見た状態で、そうですね、もちろん4台しかいないということになってしまいましたから、さあこの4台で最後になるのかな。もMm-hmm.